おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日7月14日日曜日の全国の天気をお伝えします。今朝の千葉幕張は本降りの雨となっています。強まるタイミングもあるようです。では全国の天気を見ていきましょう。今日は全国的に傘が活躍します。沖縄や奄美は日差しが届き、お出かけを楽しめるお天気です。西日本、東日本は前線に近い太平洋側を中心に雨が降ります。日本海側もにわか雨の可能性があるのでお気をつけください。また前線上にいくつか低気圧が発生し、雨雲が活発になっております。関東南部のエリアは朝激しい雨や雷雨の恐れがあります。また九州南部や四国、紀伊半島の太平洋沿岸エリアも午前中中心に激しい雨に警戒が必要です。一旦雨が弱まってもまた再び降り方が強まる恐れもありますので、注意を続けるようにしてください。特にすでに地盤が緩んでいるところでは土砂災害などにも警戒が必要です。東北エリアは南部ほど雨の降りやすい空です。また北海道は昨日に引き続き低気圧の影響を受け、すっきりしない空です。道東のエリアを中心に今日も雨が降ります。お出かけの際は雨具をお持ちください。今日もムシムシとした体感のところが多くなります。ただ関東や東北の太平洋側、昨日は気温が上がりましたが、今日はまたひんやりとした体感になりますので、服装にお気をつけください。全国のお天気をお伝えしました。この後も雨にお気をつけてお過ごしください。